ウィークエンド西村、今週もですね、西岡さんにおいでいただいて、このオッペンハイマーはなぜ死んだのかという本を軸としてですね、原爆の真実ということの続きをお話したいと思います。それで第二次世界大戦そのものの歴史の真実って言いますかね、そういったものにも先週ちょっと終わりの方に入ったもんですから、その話し続けたいです。はい、じゃあそこからいきましょう。はい、ノルマンディ上陸作戦ですね。はい、この本に書いたことで、ぜひ皆さんに関心持っていただきたい問題があるのはですね、アメリカはなぜ日本に原爆を落としたのかということを、でいろんな人がいろんなことを言うんですけども、よく日本人が言うのはそのやっぱり人種的偏見があったんだろうということを、すごく言うんですね。でそれなかったとは思わないんですよ、あったとも思うんですけれど、私この本の中でちょっと自分の考えを少し展開したんですけども、別の理由があったと思うんですよ。人種的問題もあったかもしれないけど、それは何かというと原爆開発をめぐるアメリカとイギリスの対立っていうのがあったと、私はそう思っていてですね、それ根拠がいろいろあるんですけども、それはどんな対立かというと、そもそも原爆開発というのはアメリカ、イギリス、カナダの3カ国の共同プロジェクトだったわけです。はい、最初の、あれですね、何計画だっけ、マンハッタン計画の、最初はそうですよね。でただですね、これは実際研究者がもうすでに そういう痕跡の文章を見出してるんですけれども、アメリカはその共同かプロジェクトと言いながらイギリスが金を出さないってことで非常に不満を持ってたんですね。でただイギリスにはどうも言い分もあったらしくて、特許をたくさん出してると、アメリカはイギリスの特許でやってるじゃないかということであったので、とにかく原爆を作ってる最中にアメリカとイギリスの間で圧力が非常にあったんですね。でこれはもう文書でアメリカの文書から確認されていることなんですけれども、1943年5月5日にアメリカ、の軍内部の文書がありまして、原爆がもし完成したらどこで使おうかということを議論していて、その1943年5月5日つまりノルマンディ上陸の13ヶ月前の文書の中に、太平洋のトラック諸島の日本海軍に使おうかとかいう議論が出てるんですね。で見ると日本のどこに使おうか、日本軍のどういう場面に使おうかということが書いてあって、ドイツのことは全然上がってないわけです。つまりノルマンディ上陸の13ヶ月前にすでにもうドイツには使わないってことが規定の方針になってたんですね。でそこから人によっては解釈としてはやはり人種的偏見でその日本人を使おうとしたんだという、に使おうとしたんだという解釈する人もいるとは思うんですが、一般的にそういうふうに考えることは間違ってはいないと思います。間違ってないと思います。ただ思います、ね、これはマキジャニというパキスタンアメリカ人系アメリカ人の歴史学者や、ケリーというアメリカ人の歴史学者なんかが言ってることなんですけども、実はもう一つ他の理由があるんじゃないかと、それはもしヨーロッパで原爆を使うと、イギリスの発言権が大きくなるだろうと、どうせイギリスから出発してそれで原爆を落とすんでしょうし、戦後の核管理にイギリスの発言権が大きくなると、しかし太平洋ならばイギリスはほとんどコミットしてないから、核の管理ということをアメリカが独占できると、そういう思惑があったのではないかという分析があって、僕もそうじゃないかと思うんです。で実はですね、この原爆もそうなんですけど他のことでもそうで、アメリカとイギリスっていうのは仲悪いんですね。実はだってもうこの最中にブレトンウズ体制を壊すことをもうアメリカはやってるわけですからね、それで金本位制にしてそのドルを基軸通貨に、第二次世界大戦終わった後はもうドルが基軸通貨だと、ポンドの時代はもう終わりにするようにもうアメリカ考えてたわけですよね。そもそもその第二次大戦にアメリカが加わるその前夜に大西洋憲章というのがあって、プリンス・オブ・ウェールズの艦上で、チャーチルとルーズベルトが会談して、その時に戦後の世界をどうするかということで、合意を出してるわけですが、その時に植民地の解放とか、もうイギリス帝国の、その解体ショーみたいな
ことをそこで決めてて、イギリスにあのアメリカに参戦を期待するならこれだけのことはやってくれよみたいな条件つけちゃってて、政治的に見れば実は第二次世界大戦というのはアメリカとイギリスの戦いだったというふうに見れなくもないんですね。軍事的には同盟国だったけど、はいはい、だからもうちょっと言っちゃうとね、いい、ソ連とアメリカがいい仕掛けた戦争なんですよ。そうですそれはまさに対日戦争そのものなんですよね、うん、というかそれルーズベルトのアメリカ、そうですルーズベルトのアメリカ、もちろんそうです、うん、民主党政権のアメリカっていうことになる、うん、なるわけですけど、だからルーズベルトの前のフーバーはもう日本との戦争なんて全く考えてなくてね、そうですずっとアメリカの軍部の中では対日戦争計画っていうのはずっとあったわけで、うん、もう日露戦争の直後からずっとあったわけですよ、ね、うん、もうやばいと思ってロシアになんて勝っちゃってね、それでこれはいつかやんないとまずいっていうのがあって、それでずっと日本を仮想敵国としていたわけです。それでそのハワイの侵略もその過程の中で行われたわけじゃないですか。でそういう中でも共和党政権の時は日本との戦争なんて強いとも考えてなかったらしいですね、うん、フーバーの回顧録に読めばそうですよ。しかしやはりルーズベルトになると全然変わっちゃうわけでね。でおまけにルーズベルト政権の中にコミンテルのスパイが100人だ200人だっていうのはもう今やいろんな文章をはじめですね、うん、もう陰謀論でも何でもなくて、うん、今歴史事実として誰もがもう認めざるを得ないようなことが起きてるわけで、で片や日本ではそれこそコミンテルのスパイのゾルゲがですね、うん、朝日新聞の記者だった尾崎穂積と組んでですね、うん、それで支那戦線の拡大と同時に対米戦争に向かわせるようなことを一生懸命やってたわけですよね、うん、まあ、そう考えるとそのイギリスとアメリカが実は仲が悪かったっていうのは本当に、うん、そうですね。だからチャーチルはルーズベルトのこと嫌いだったはずで、おそらくヤルタの密約の時だったり、あれチャーチルは反対したんじゃないですかね、もしかして。記憶がちょっとヤルタに関してはあまり多く記憶ないんですけど、ただテーランでは相当意見が違いましたからね。はい、ポーランドの東半分をスターリンにやるのもルーズベルトが勝手に、そうですよ、ですだから結局アメリカとソ連が組んでたっていう感じです、ね、てかもうルーズベルトはソ連の操り人形だったそうですね。だってあれですよ、最新の研究では実はソ連が黙って日ソ不可侵条約を破ったことになってるんだけど、そうじゃなくてルーズベルトがもう、うん、許可を出してたっていう、それは、ね、結構前からもうあんな条約いいから対日戦線すると言ってましたから、実際に。だからそう考えると本当にスターリンとルーズベルトはいいパートナーだったっていう感じがしますね、うん、いや対等じゃなかったような気がしますよ。だからもう本当にルーズベルトは操り人形だったんじゃないかなと思います、ね、まあ、うん、確かにね、うん、まあ、そういう中でその原爆ができていった時にアメリカがやはり、うん、イギリスには絶対管理させたくないということを考えて、うん、まあおそらくその戦争終わる前にもルーズベルト死んじゃったんでね、ソ連との対応っていうのはもしかしたら変わったかもしれないですね。トルーマンになったんでもう堅くなにソ連とこう対立するようになったのかもしれないし、ちょっと分かんないですね、その辺はね、家庭の話になる。あとルーズベルトの死については暗殺説もなんかあるんです。 あるみたいですね、うん、ちょっと私よく分からない、あるですよ、暗殺説ね。それとですね、この本で私が非常に、まあこれ前回もお話したんですが、本当に感じてるのはですね、アメリカ人は本当に日本の報復を恐れてるんですよねうん、それが本音なんですよね、うん、要するに他の人種だったらみんなそうするんだろうっていう、まあ、そうかもしれませんね、うん、で西岡さんもこの本の中で書いてるじゃないですか、なぜ日本人はそういうふうにならなかったのかってね、うん、でそれは独特のその死生観があったり、うん、それからその死者を弔う、まあ、気持ちというかね、うん、それとその仏教的な思想ですとかね、うん、そういうあと神道的な、うん、そういった日本的な中で、そういう
なんて言うんでしょう、復讐といいますかね、うん、そういうものにを第一義に置かなくなっている国民性と、うん、いうことを西岡さんはおっしゃってると思ったんです、この本でね、うん、で私当然それもあると思うんですが、私ねそれともう一つ大事な部分はね、実はそれこそウォーギルドインフォメーションプログラムじゃないですけど、日本人への洗脳ですよ、ね、まあそれも聞いた、それも聞いてると思いますよ、うんうん、あれだけ悪いことしたからこれはもうしょうがないんだみたいなね、うん、それがやっぱりあって、で驚いたのは昭和21年の朝日新聞の記事でね、あのあれですよ、1回目の原爆記念日の時かな、昭和21年のだから8月6日か、その前後の記事で平和への第一発なんて見出しがあるんですよ。ああそういう感じでしたね、うん、そうなんですよ、本当に、ね、びっくりびっくり、なんでさっきあのなんか原爆にまつわるその美人コンテストみたいなのやったりとかね、そうなんかね、そんなことやってたんですよ。ああ、うん、そうなんですよね、だからそういうものはやっぱりそのやっぱり刷り込みだったと思うしね、それにもともとの日本人のメンタリティとそれが一緒になっちゃったから、だからあの原爆慰霊碑が出来上がっちゃったみたいなね、あのだからもし総合的に見るとしたら、もともと日本人その生存者の罪悪感というものがとても強いから、そうですね、あそれはおかげになってますよね、生存生きた生き残った人の罪悪感、そうそうそう、そこにあの WGIP みたいなことをやられると相乗効果になって、いやそれですよ、うんうん、それですよ、うん、その死んだ人への申し訳なさが、うん、増幅されて、そうですね、お互いに増幅し合う形で、うん、あの戦争中 あの中国でひどいことしたというのは罪悪感と相乗効果をもたらしたというところはあるでしょうね、いやだからあれですよ、去年公開されてね、西岡さんご覧になったかどうかわからないけど、まあ、オッペンハイマー そのアカデミー賞と同じくですね、アカデミー賞の、私は実はオッペンハイマーよりもゴジラマイナスワンの方が作品賞にもふさわしいと、もうこれですよ、これですよ、僕は、ああ、本当だ、来てる、今日は来てきたんだ、そうだ、気がつかない、もう大好きですよ、あの人いやだからあの映画の素晴らしさっていうのはね、僕は素晴らしい映画だと思うんですよ、あれオッペンハイマーよりも私作品賞にふさわしいと思うんだけど、アメリカは渡せなかったけど、あの主人公がほらあれじゃないですか、結局自分だけ最初はその不時着しちゃってね、忌避して特攻を忌避して生き残ったっていう、それで最初にゴジラを襲ってきた時に、反撃もできなかった、いろんな罪悪感、それがすごいじゃないですか、そうだからそれあれも生存者の罪悪感、そうなんです、同じですよね、うんうん、はい、それはいい、本当いい映画だと思うんですよ、ね、あの映画どこが一番あれですか、西岡さんのその胸を打ったというか、一つは美術が素晴らしいと、まあそうですね、焼け野原にあった東京の、うん、あの風景が素晴らしい美術だと思って、そうですね、あの廃墟の風景が、うん、その生存者の罪悪感を映す鏡みたいになってます、うん、だからあの主人公もそうだし、うん、他の人たちも死んだ人たちに申し訳ないって気持ちを持ってるのが、なんかあの風景に反映されてるような感じがあって、うん、で最後のところで のりこさんが言うじゃないですか、あなたの戦争終わりました、そうあなたの戦争はこう、あれがあの英語のキーフレーズですね、あの一言は すごいですよね、うん